こんにちは、九州やもチャンネルのひでです。今日は福岡県八女市に来ています。現在、私がいるところはですね、後ろの方に看板が上がっていますが、八女市の矢部という地名のところに、矢部八名山と、呼ばれるね、8つの名峰がね、低山なんですがあるんですが、その中の一座になっています禅門岳という山ですね。こちらを本日は紹介したいと思います。位置関係的なもので言いますとですね、日向神ダムというダムがね、あるんですが、日向神ダムの、南東に位置する、山ということになりますね。林道をねずっと細い林道を上がってくるとですね、途中に案内看板ありまして、禅門岳登山口というふうにね、しっかり道標もありますので、間違わないかと思います。ただですね、この登山口のところに駐車スペースがないので、まあ、10分ほど手前、あたりにね、少し広いスペースがありますので、まあ、そちらの方にね、駐車されて、こちらの登山口まで歩いてくるということになるかと思います。ということで本日は福岡県八女市の禅門岳、今日もどんな景色になるか楽しみです。ではレッツゴー。はい、登山口のところに、案内板がねありますので、こちらを使って説明したいと思います。現在いるところは、現在地登山口と書いてありますね。森林機関道、矢部線というふうに、ね、書いてあります。登山口からですね、ずっと山道登っていきまして、およその時間ということで、山頂まで約 1.5キロ、上り1時間20分、下り1時間というふうに書いてありますね。そしてですね、禅門岳 921.4メートル、ね、また帰りは同じ道をね、黄色いラインで、登山口の方で戻ってきたいと思います。ちなみにですね、下の方に、八名山スタンプラリー台紙入ってます。あと、スマホでね、スタンプラリーできる、やつのとこね、案内の方ありますので、まあ、こちらもね、楽しみの一つとして、実施されてはね、いかがかと思います。はい、現在ですね、登山口から少し上がったところを歩いているんですが、入り口のところはですね、最初の階段のところが草ぼうぼうで結構ね、破ってるのかなという感じもするんですが、山の中一旦入るとですね、まあ、結構植林帯もありまして、よく踏まれたね、道というか、まあ、そんな歩きやすい道ではないですが、普通の山道でね、ピンクテープなどもずっとね、巻いてあるような感じですかね。左手にね、沢を見ながらね、上がっていく感じになります。このずっとね、沢に沿って登っていくような感じになるかと思いますね。いやー、しかし、今ね、この森の中、木漏れ日はね、少し差し込んでいるような形なんですが、途中のね、車で移動中は山麓の方は、朝の8時半の段階で、もう気温30度ということでね、今日もうだるような暑さになりそうですが、山の中はね、ちょっぴり涼しい感じですね。ではね、この後歩みを進めてまいりたいと思います。では後ほど。
現在ですね、登山口からまあ5分ほどですかね、登ったところなんですが、沢沿いのルートですね、大きすねのカミソリが、咲いていました。この後もね、まあ、点々と、出てくるかなという感じですね。色がねちょっと薄いんで、まあ、少しね、満開の、時期はね過ぎたのかなと思いますが、まだまだね上流の方行けばね、シャキッとしたのがね見れるんじゃないかと思います。では後ほど。足元注意ですね。こういったね丸太、苔のついたやつはね超滑るんで要注意ですね。そして、小さな竿を渡ることになります。階段を、下ってね沢のところを出るとですね、沢沿いに、上部の方にね、ピンクのテープがあって、後ろの私の後ろの方にもね、禅門岳というね、案内板があります。これはおそらくですね、左側沢の方ね、水の流れがあるとき、まあ、増水しているときはね、右側の、高巻コース、左側のところはね沢沿いなんでちょっと足元ガラガラしているので、まあ、足元不安な方はね、右の禅門岳のね、看板の方からね巻いていかれるといいかと思います。また上部でね合流しますので、どちらでも OK です。今回は右ルートで行きます。
まっすぐ来るとこの沢沿いですね。で、1段上、そして、もう2段上、3ルートで、ね、ありますね。ここからは、また、巻き道、ずっとね、沢の脇の道を登っていきます。沢のもう源流部ですね。水が、伏流水になってね、見えないようなところですが、こちらから、ルートを左に取りますね。登山口を出発して、35分ほどですかね、登った地点で、林道合流点に出ました。もうこちら林道はね、廃道になってるんですが、標高はね、810メートル前後だと思いますね。ひょっこり林道に出たら、20メートルほど右に行くとね、私の後ろにありますが、土俵がありますので、この土俵に従ってまた、標高を上げていくといった感じです。では後ほど。はい、山頂直下まで、直下までじゃないですね、山頂直下だいたいね 10分ぐらい手前のところですかね。最後の急登に差し掛かるかと思いますが、ここまでもね、やはりまあ山頂に向けてはね、急登の連続ですね。最後は、それだけにね、山頂に登った時の、喜びもね、ひとしおだと思うんですが、これからさらなる激登りで山頂です。もう一度頑張りたいと思います。では後ほど。登山口を出発して、1時間で、全門岳、標高は922メートル、いただきました。いやー、山頂直下、激登りでした。森の中はね、全然風が抜けないんでね、やはり今回もね、うちわが大活躍でした。ではね、この全門岳、三等三角点がね、ありますんで、展望に優れた山になっています。では山頂からのパノラマお楽しみください。
全問岳山頂にある、スタンプラリーのね、スタンプ、夏印しました、ただねもうだいぶ傷んでるのと、あとスタンプのですね、液が漏れてて、手がねもう緑色に染まった感じですね、スタンプをされる方はね、汚れ要注意です、ちなみにね登山口にこの紙ですね、置いてありました、矢部村山系八名山登頂記録というスタンプラリーの、用紙ですね。はい、山頂から180度でパノラマ広がっています。遠くにはですね、カマアルプスですね、古書山、比叡山、うまみ山の方ですね。そしてあのちょっと遠い暗い黒いところは、彦山じゃないかなと思いますね。そして正面が、御前岳、そして釈迦岳、釈迦岳ですね。で右の方がおそらく、戸上岳、そして奥の方に掃除法が湯岳、そして湧田山、九十連山連なって、あとは、矢部の名峰が連なっています。はい、全門岳山頂からの、大パノラマも、楽しみましたので、ではね往路と同じ道、注意しながらね下っていきたいと思います。では後ほど。現在ね、急斜面のところを下ってきて少し落ち着いたところなんですが、やはり、ね、足元は結構ね岩ゴロゴロしてて、まあ、苔もついてるのもありますので、下山時はね十分注意が必要ですね。転倒等ね、要注意です。では後ほど。下りね結構急な、道で、まあ、足元もね小石がゴロゴロしてるところね下ってきました。往復でですね歩行時間は1時間45分でした。というのもね、まあ、私はねあんまり、休みを、ね、入れない方なので、まあ、ちょっと立ち止まってね水分補給ぐらいしますかね、そんな感じなんで、まあ通常で言うとですね、まあ、2時間半から3時間ぐらいかけてね歩かれるといいかと思いますね。はい、いや今回いかがだったでしょうか。全門岳山頂からね、180度大パノラマで、遠くの山までね今日はよく見えていました。こういったね、今日は2024年8月1日なんですが、九州の夏山ですね非常に暑いので、まあやはりね、早朝早立ちしてですね、午前中の、まあ、4時間程度の、ね、歩行で、まあ、昼には下山するような形が、ね理想かなと思いますね。まあ、帰りに、ね、温泉かなんか入ってね美味しいものでも食べて、家路に着くといいかと思います。ということで、今回は、八女市、矢部村の、矢部八名山、一つになっています全門岳紹介しました。今回の動画いかがだったでしょうか。歩き始めてね、少し登ったところに大きつねのカミソリのね群生地などもねありましたので、まあ、7月の20日から、月末にかけてぐらいだとね、大きつねのカミソリもね見頃だったかと思いますが、まあ、今回はねもうちょっと、満開過ぎた感じでしたが、それでもまあ綺麗な、ね、株が何株か、残っていてよかったなと思っています。ということで、今回の動画良かったよ、参考になったよと言っていただける方は今後の励みもなりますので高評価ボタンお願いします。そして、この後もですね、また九州の、自然、素晴らしい自然ですね、そして山など、
お伝えしたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。